い、どうもこんにちは、スパイクマイスターのゴヘです。本日はスペシャルゲストをお越しいただいております。現役短距離選手の白石キララ選手とサッカー日本代表の浅野拓磨選手です。本日はよろしくお願いします。お願いします。いやー、もうお会いできて光栄でございます。今回ですね、激坂の YouTube の企画でございまして、こう現役の陸上界のスピードスターとこうサッカー界のスピードスター、こう相まみえるといいますか、こういったこう舞台をちょっと用意させていただきまして、白石選手にこうサッカーに生きるなんかこうスプリントの極意といいますか、そこら辺をこう教わっていきたいなと思いまして、実際こう、まあ、白石選手は中学ぐらいまでこうサッカーやられたところですよね。なんかこう短距離とこう、まあ、サッカーでもこうスプリントってこう大事だと思うんですけども、なんかこうサッカーに行きそうな部分とかってなんかあったりしそうですか？そうですね、やっぱり基本的な動作っていうのはやっぱサッカーにも生きてくると思うので、はい、まあ、それプラスやっぱりサッカーっていうのは急な動き出しとかそういったところが必要になってくるので、まあ、瞬発系のトレーニングと、まあ、陸上競技のトレーニング生きるのかなと思いますね。はい、浅野選手は、まあ、はい、もう足が速いっていうのはもう皆さんもご存知だと思うんですけども、いやいやいや、なんかこうこの何ですか、組み合わせでなんかこう新しい発見といいますか、なんかこうサッカーに生きるヒントがもしちょっと今日見つかればなんかいいかなみたいな感じの、はい、企画でございまして。そうですね、はい、まあ、もしサッカーにやっぱ生かせれるところがあるならそこはもうどんどん盗んで、はい、学んで、あ、俺は生かしていきたいなと思ってるので、はい、もうそれが一つでもあるなら今日は引き出していきたいなと思います。はい、ありがとうございます。じゃあ本日は白石選手、浅野選手、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。そんながっつりができやんからな今日は俺も。じゃあ浅野選手ちょっと怪我もあるってことで、ちょっとまあ抑え気味もできたみたいな感じで、ね、できる限り、はい、はい、ちなみに白石選手はこう 100m 走のベスト記録とかって何秒とか？100はあと10秒19ぐらいですね。10秒19、はい、僕多分14秒とか、あ、そんな感じだったと思います。いつぐらいですか？あ、中学とか。あ、でも全然早いと思います。あ、本当ですか、はい、ちなみに浅野選手のここ記憶ありますか、学生時代？いや、僕は測ったことないですね。あ、50メートルとかはどうですか？50メートルも体育でしか測ったことないですけど、はい、なんか当時何秒と か記憶があったりします？でもまあ体育なんであれですけど、正確じゃないですけど一応 5.9 っていう、はい、早いです、ね、マジ早いです。やっぱり四日市中央高校時代からもうスピードスターでしたもんね。足は自信もありました、ね、もう半端ないですからね、スプリントは。スプリントの事前準備といいますか、ドリル系ちょっと教えていただいてもよろしいですか？はい、はい、まず、まあ、陸上競技っていうか走りに大事なのは手と足のタイミングっていうところなので、はい、まず普通に軽くジャンプするんですけど、その場で、はい、その時にしっかり手をつけてもらって、で手と足のタイミングがずれてたら上には高く飛べないので、まあ、そこの手と足のタイミングを揃えて、おお、バネを生かして、バネがすごい、これ手なしだったらそんなに飛べないですけど、ほうほうほう、手つけるだけで全然変わるんで、まあちょっと無理ない範囲で、はい、こういった地面から の反発をもらいつつ、はい、そこに手と足のタイミングを揃えるっていう動きをやってもらえればなと思います。ありがとうございます。軽くで大丈夫なんで。うわ、すげえ、すごいっすね。こんな感じなんですけど、まあ、今こう見てるときに、はい、やっぱ足首の使い方ってものすごく重要で、はい、上に飛んだときは足って結構脱力してて、はい、つく直前に一回ロックしてこう弾く感じですね。へえ、ちょっと見て、自分から地面を向かいに、はい、向かいに行くって感じですね。あ、それを走ってる動作の中で僕らはやって、はい、行ってより地面から反発をもらうって感じでやってます、ね、はい、なるほど。あ、じゃあ地面からそれがこう反発っていうキーワードの、そうですね、地面反力っていう、地面反力っていうのがですね、はい、使うコツなのかなと思いますね。ちょっとなんかタイミングがなんかぎこちなかったかもしれないので、はい、ちょっと、はい、見ていただいてもいいですか、はい、すいません。なるほど。どうですか、ジャンプするときに、はい、手と足のタイミングが割と合ってる方なんですけど、はい、腰がちょっと抜けちゃってるんで、より反発をもらうためには自分をこう一本の棒だと思って、はい、まあ、直線上に立つことでしょうね。結構腰が抜けちゃったらこうグッて落ちちゃうんで、はい、こういう感じ でしっかり腰、ここの股関節の筋肉で
しっかりロックするような感じなんですけど、僕らロックするイメージで、まあ、お尻でしっかり捉える感じで、はい、しっかり腰抜けないように。うわ本当だって感じですね、はい、なんでもう一回そこの腰の部分がこうグッとこう入れてグッって抜けないように。そうですね、そうそうそう、あ、今いい感じです。そうです、そのポジションを。うわなるほど、はい、さっきはね、きついですよね、全然ここ意識してなかったんで、はい、だいぶやっぱきつくなりましたね。そうですね、ここにドスってこう体重が乗る感覚が出てくると思うので、はい、そこがパワーポジションって言います。あ、パワーポジションって言います、はい、すげえ、いろんなこう専門用語がサッカー界ではなんか聞かないですよね。そうですね、まあでも最近だとやっぱサッカーの選手の中でも、はい、スプリントにフォーカスして、はい、どういう体の使い方をしてっていうトレーニングをやってる選手はいるんで、僕も正直そこ取り組んだことはありますし、あ、その言われてることはなんとなくそのイメージとしては分かりますけど、こんなでもやっぱりプロは違いますね。あっていうことですね。なるほど、ありますか、まあ、ちょっとより、はい、走りに近づいた、ちょっと走る感じでもいいですか、軽く、はい、バウンディングっていう動きなんですけど、さっきの地面から反発もらう感じで、はい、まあ、ちょっと軽くでいいんで、その場でこう、うおバネ半端ねえ、走ってる腕の振りで地面つくときに足の入れ替えと手の入れ替えを進めてこうやっていくんですけど、これバウンディングという動きで、はい、陸上界では結構トレーニングなんですけど、はい、これをちょっと今ゆっくりだったんですけど、ちょっと速くすると、うわすげえ、躍動跳ねる動きに変わってくるんで、はい、まあ、より走りには近づいてくるのかなって。躍動感半端じゃないですね。すげえ、ここまたパワーポジションでちょっと固めるイメージは保ちながらっていう。そうですね、保ちながら、あと足をつくときに、はい、腕でクッてこのつくときに、ここの腰の腕をしっかり通過するようにで、ちゃんと前に出した足の方に体重を乗せるっていうところを意識して、まあ、その場でやるとこんな感じなんですけど。あ、そうですね、そうですね、いや、イメージですか、はい、ちょっとまあ、結構ぎこちないと思うんですけど、はい、イメージはあんな感じ、ね、そうですね、あの感じで、まあ、ちょっと多分スパイクとこのシューズのバネの感じも違うと思うんで、はい、ですけど、まあ、あんな感じでしっかり交互に体重乗せて跳ねるような感覚を養うっていうのが大事なのかな、こういうドリルを使ってですね、はい、こんな感じで。だいぶ今の良かったです。あ、本当ですか。はい、良かったです。あ、良かったです。タイミングの取り方、まあ、はい、本当に走りってタイミングがずれたらかなり崩れてしまうもんなんで、はい、タイミングを大事に正確にやることが大事です。はい、ありがとうございます。ここにこれカーボンが入ってるんですけど、黒いとこ、これが踏み込んで反発してくれるんで、こういったメニューにも生きてくるんじゃないかと。いかがでしたか、ちょっと、まあ、そうやっぱり多分僕もサッカーやってたんで、はい、すごいあるんですけど、サッカーの走りってやっぱりそのゼロからグッてこう走る分があって、やっぱ状態がかなり先行してる走りの方が多いなっていうのは多いと思うんで、まあ、今走り見てた感じも、はい、状態が先行してて腰と足が後ろに残った状態、こんな感じで走ってるたので、はい、まあ、そこのさっき言った腰入れて走るって、自分を一歩の軸にして走るようにしたら、もっと多分よりこの足ついた時の力が逃げないと思うんで、腰が抜けたらやっぱり逃げてしまうので、ここの軸を入れて走るっていうのがポイントになってくるのかなと思いますね、はい、サッカー選手の中ではなんか、はい、走り方すごく汚いのにめっちゃ速い選手がいっぱいいるんで、うん、そういうもんなんですね。なんかそこに関してのなんか答えは僕は分かんない。まあ、僕も自分の感覚で走ってるところが多いので、どこをどうしたら速くなるんだろうっていう感覚はあんまり分かんないですね。
そうですね、スタートの時がこんな構えになってた部分もあったんで、まあ、はい、ちょっとだけ腰入れて走って、おお、腰から足を出す、ここから足生えてるような感覚ですね、へそからでも動かしてる感じなので、はい、一瞬のパワーが、でも今の方が、はい、反発もらえてたんで、まあ、やっぱ腰が入ってる分やっぱちょっと跳ねる感覚が、まあ、客観的にですけど見て受けたんで、はい、あとはこの肩の動かし方っていうのも少し変わってたんで、はい、やっぱこの腰っていうか、まあ、一本の軸ってところが、まあ、一つポイントになってくるのかなと思います、はい、こっちを意識しすぎると今度この辺がガチャガチャしすぎるみたいな感じで、そこの塩梅といいますかバランスがすごい難しいですね、やっぱり。そうですね、奥が深いといいますか、まあ、もうすぐに治るようなものではないので、やっぱ僕らもそこをこう下やったら例えば上のバランス崩れたりという部分もこう何回もトライアンドエラー繰り返してこうやってるんで、やっぱり徐々にという部分もあるんですけど、やっぱり一番大事なのはその基本的なところは軸っていうか姿勢のところなんで、まあ、そこを今日ちょっと覚えてもらえればなって感じで、はい、で、いつも日本代表のトレーニングとか見させていただいてるんですけども、こうチーム練習終わった後にこう個人でここを結構何往復もというか何度もこうスプリントでやられてる姿とかっていうのを結構見てるんですけど、はい、そこら辺のなんか狙いとか、なんか自分的に追求してるポイントとかっていうのは何かありますか？まあ、でもサッカーの試合でもやっぱりスプリントをする場面っていうのはたくさんあって、僕もやっぱそこが武器なので、今日のトレーニングでスプリントがあんまり多くなかったなとか感じることがあれば、はい、プラスでやっぱり100で走って体でその100で走り方っていうのをやっぱ常に覚えさせておきたいっていうのは僕の中であって、はい、やっぱり走ってないとなかなかパッて走った時に感覚が違ったりするので、まあ、筋肉を使うっていう意味でもそうですし、それは自分の今のコンディションを確認するっていう意味でも、じゃあ今自分がどれぐらいで走れるんだろうっていう意味でも、やっぱその確認作業として、まあ、そういう意味で僕はスプリントすることが多いですね。チームの中でも武器である選手でかなとは思ってるんで、はい、まあ、その武器はやっぱり常にいい状態にしておきたいので、まあ、そういう意味で、はい、コンディションのためにっていう意味でも走ってますね。ありがとうございます。今のこの浅野選手の言葉を聞かれて、なんかこう、まあ、サッカーと短距離と、まあ、競技としては違うんですけど、なんかこう陸上競技選手としてなんか共感できる部分とかなんかあったりします？ああ、そうです。やっぱ僕もコンディション作りで、やっぱ距離とかをこう最近練習足りてないなっていう時は、やっぱ試合とかで足に痙攣来たりとか、そういったこう、まあ、つったりとかもそういうのが起きてしまうので、はい、まあ、先ほど言ったように最近走れてないなっていう部分があったら、まあ、僕ら走るのがメインなんですけど、はい、ちょっと距離足りてないなって時は自分で最後にちょっと 300m とか 200m とか走ったりして、まあ、その走る距離でだいたいこれだけ走ってれば試合でまあこう痙攣なくまあ無事走れるだろうっていうところと、まあ、先ほどお話しされてたように100の状態を作っていくっていうのも、僕らもやっぱ試合と練習の感覚が違うのはもちろんなんですけど、より試合に近い体に慣らしておかないとやっぱ筋肉がびっくりして怪我にもつながるので、はい、やっぱ練習の中でも割とこうスピードを出す日を決めたりとか、まあ、そういったまあコンディション作りっていうのはしてるので、まあ、すごい今話聞いててあすごい似てるところあるんだなと思って感じました。今ので何パーぐらいですか？50%でもそんなに6、7割ぐらいですね、まだ。はい、全然違うわ、やっぱ。まあでも、これが仕事なんだ。プロってことですね。すごいな。ね、全然全然。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。